るでわからないね。顔だけはよくできてるのに、話が通じなきゃ何も面白くはないね。笑顔がとっても素敵なのに、話をしていても全く面白くない。世の中いろんな人がいるね。小説を書いている人や、いろんな音のギターを鳴らす人や、その隣で大きな声で叫んでる人とか、それを見る人とか、 T シャツを売る人とか、お酒を買う人とか、お酒を飲む人とか、うまそうなものを作る韓国の僕さんも、きっと見てみればいいもんだよね。その中に誰かいるのかな。雨の東長崎にいるのかな。Sad.